ジレーナチャンネル、シュッシュッ。さあ今回なんですけど、いつもの V7-3 じゃなくて、こちらのホンダモンキーでちょっとツーリングに行きます。でこのバイク、実は父が所有しているモンキーなんですけど、私増車したいなって思ってるんですけど、ちょっとガレージがあまりにも物が多すぎて、バイクもね、ちょっと私が把握してるだけでも7台ぐらいあるから、あまりにも多すぎるなっていう。このモンキーをちょっと勝手にですけど査定に出して、その金額を父に伝えて売りに出すのを OK してほしいなというのを企んでます。周りがすっきりしてるところに走りに行きたいと思います。じゃあそれじゃあ早速出発します。ブンブン。さあここはまだ東京と言っても過言ではない。この景色だけ見て気づく人いるかな。こう、そう、ここは東京ディズニーリゾートの裏側です。裏側って言い方が正しいのかわからないけど、東京出身なので学生時代の遠足とかでも、もうそれがディズニーランドだったりしたんですよね。なんかもう秋って感じの気候だな。ヤシの木がぶってて気持ちいいです。千葉ってさ、ディズニーランドをはじめ本当ヤシの木が植えてあるところ多くない？そう思いますよね。今回私が査定に出すのは CHX というサイトです。今回私バイクをそもそも売りに出したりとかするのが初めてなので、まずはネットで査定を申し込んでみようかなということで、 CHX は写真を撮って、でネットでそのバイクの状態とかも一緒に入力して送ったら、複数社からその査定額が来るということで、なんかまずね、自分のバイクがどんなもんなのかっていうのをなんか知った方がいいなと思いました。いや今自分のバイクって言ったけど、全然自分のバイクじゃないんですけどね、父親のバイクなんですけど。さあではちょっと実際に早速査定に出すために写真を撮っていきます。じゃあこれで実際に査定に出していこう。メーカーと排気量入れて、バイクの名前も入れて、でモンキーのスペシャルで走行距離2000キロぐらいっていうお父さん言ってました。で情報入れます。査定のね、申請っていうんですか、それは済んだので、まああとは金額は、査定の金額は最短翌日から来るそうで、いろんなね複数社から来るっていうので、この買取額がランキング形式で分かるらしいんですよ。だからそれがすごい楽しみだなって思います。ちょっとモンキーどれくらいで売れるかな、もう見てみよう。モンキーがどのくらいで実際売れてるのか。でも走行距離2万5000で16万か。そっか。あ、モンキー125は22、走行距離2621キロで、23万8000円。どうだろう。でも私本当金額わかんないけど、まあじゃあ20万いったらいいなとは思います。結果を楽しみに待ちたいです。ブンブン。ちょっと呼び出して申し訳ないんですけど、はい、はい、お父さんです。どうも、はい、です。この間私さ、モンキー借りてちょっとツーリング行ってきたじゃん、うん、であれはただあれツーリング行っただけじゃなくて、うん、実はモンキーを
査定に出したんだよね。なんで？いや、あ、それも理由がちゃんとあって、うん、あの、いや、ガレージが、うん、もうこれね、何度も言ってるけどね、物多すぎて、うん、で、あの、そのモンキーを査定に出して、うん、もしね、うん、いい金額がついたら、うん、査定額が出たら、うん、お父さんも、まあ、売ろうかなって、気がそっちに変わって、うん、で、それを、じゃあモンキー売るならもう、ついでにガレージも一掃しちゃおうみたいな、気持ちになるかな。いや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 。って思ったんだよね。うん、まあね、バイクよりもその先にね、うん、整理できるのはまだまだたくさんあるから、うんうん、まあまあまあ、でも査定をしたと。そうしたのよ。で、勝手にね、勝手にね、勝手に人のバイクを。でも査定はするだけして、うん、結局まあお父さんがその金額ちょっと自分の予想よりも低かったなとか思ったりとかしたら、まあ、確かにね、あの、興味はあるよね、うんうん、自分が乗ってるバイクね、うん、いくらぐらいなんだろうっていうのはね、うん、確かに興味はある、うん、ちなみに、うん、お父さんの、うん、あの、もし売りに出したとしたらの、うん、なんか希望価格とか予想価格はあるの？お金は地味にかけてんだよね、うん、ってなってると、うん、まあ、素人的にはね、まあ、あれもつけたしこれもこうだしって言って金額がどん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 上がってはしまうんだよね、うん、気持ち的にね。だけどやっぱり次買う人ってやっぱノーマルがいいのよ、うんうん、だから、ね、カスタムされてるのってあんま好まれないっていうのは分かってるんだよね。多分今ここにカスタム一覧がだいたい大まかの出てると思うのね、うん、あのカチ X さんにも送った、あとノーマル部品がちゃんと残ってますよみたいな、うん、ノーマルは全部取ってあるからね、うん、っていうのも一応伝えてあるんで、うん、まあ、それでも金額変わってくる、予想金額、予想金額、うん、まあ20から30あーなるほどねぐらいなんじゃないかな、まあ、30いったらすげえなと思うよね。あー、なるほどなるほど、うん、カスタムにかけたお金っていくらぐらいなの？あんまりね考えたくないよね、うん、まあ、きっと同じぐらいかかってる。まあまあまあ、いやいや、もう3モンキーぐらい、あ、3モンキーぐらいかかってんだ、うん、ってね、あ、カスタム費用だけで、うんうん、査定結果も出てるから発表します、うんうん、査定金額じゃじゃん。おお、なるほどね。ということでお父さん、うん、このモンキー売りますか売りませんか？モンキーは売りません。作戦失敗です。申し訳ないですね、なんかいろいろねやってくれたのにね。だけど勝手に出すなみたいな査定に、え、査定 売ったわけじゃないから。でもさ、うん、あれ査定とかさ、うん、なんていうの、お前よくできたなっつうか、うん、どっかで何か調べたりとかして大変じゃなかった？うん、なんかね、いや大変かなって私は思ってたけど、まあ、思ったよりも簡単だった、うん、なんか写真もどんな写真が必要なのかも、うん、まあ、教えてくれる。お店屋さんに持ってったんじゃないの？あ、違う、ネットでね、できんの。へえ。で、ネットで全部完結して、うん、で、あの、まあ、そうカスタムしたところとか、うん、あと写真のいろんなバージョン送ったのとかも指定してくれるし、で、私も査定自体するのが初めてだったから、うん、必要な情報がさ入力しきれてなくて、うん、あのノーマルパーツもともと持ってましたから、でもそういうのもあれが足りませんみたいなのが結構丁寧なチャットで、あと私が普通に、うん、走行距離を一桁間違って登録しちゃってて、うん、あのメーターと違うけど大丈夫ですか、どっちが本当ですかみたいなのとかあとその業者とのやり取りじゃないの、カチ X とのやり取りだから、うん、その業者とは車両引き上げまでやり取りしなくて済むし、うん、でその後のあの査定出した後のなんていうの、あの営業電話みたいなのもないし、うんうん、っていうのもいいなと思ってなんか今そういうの流行りだよね、うん、なんかいろんな宣伝でそう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 、しつこい営業電話はありませんみたいな、そうそうそう、匿名でそもそも査定に出せるの、うんうん、匿名、そう、匿名な、だから私みたいな職業だったりとか、うん、どこに住んでるとかだったりとか、うん、あんまり詳しくバレたくない人も、うん、とりあえず査定に出せる。ちゃんとホームページに書いてあったのは、うん、あの買い取りまで業者への個人情報がいきませんよっていうのと、うん、あとそのもちろん買い取りになったら業者の人がさ来るわけよ、引き上げに、う
そうなったとしても、うん、その場で減額されちゃうとかもないんだって。だからいきなり現物見て、うん、ああこれ本当はこうだったんですね、金額下げさせてもらいますみたいなこと、うん、全国の有料バイク販売店から300社以上が参加して、うん、平均5から10社オファーが来るみたい、うん、で今すぐ私みたいに、まあ、売るか売らないか分かんないみたいな、うん、人でも、うん、査定金額が知りたい方も気軽に利用できますよっていう、うん、で提携してる買取会社だったり販売店は、うん、オフロードとかカスタムとかハーレーとかいろんななんかこう業種っていうか車種に強いいろんな業者がたくさん集まってるから、うんうん、まあ、それぞれのなんか自分の愛車にこう見極める力のある業者がちゃんと買い取ってくれるよ、うん、査定額出してくれるよ、うん、得意分野ね、自分が使ってるところのね、はい、後でちょっと見せてよ、それもね。分かった。ちょっと興味あるからさ。勝手に査定に出して、そのホームページも教えてないっていうね。じゃあまあそんな感じで、お父さん、勝手に査定出してすいませんでした。ブンブン。残念ながらお父さんがモンキーを売ってガレージが綺麗になるってことはなかったんですけど、でもガレージは綺麗にしてくれるって約束してくれたし、あとね、初めて自分でバイクを査定に出してみて、あのこう登録しなきゃいけないことが一覧になってて分かりやすかったり、あとは足りないところとか自分で間違っちゃってたところとかはチャットですごい優しく教えてくれたりとか、まだバイク売る予定ないけど査定額知りたいなという方もよかったらカチ X で査定出してみてください。最後までご視聴ありがとうございました。また他の動画も見てください。バイバーイ。次の動画